つまり、行く。はいつまでつもり投げさせるんすか？意図的に高めに投げれるようにならんときついな。いつまで大したことないスライダーとまっすぐの2ピッチで勝負するつもりなんだろうか。同じ右のサイドハンドでつもりより若くて出力も高いロッテの横山はフォークを器用に操ってるってのに。開拓屋でも結局打たれてるの本当に笑える。藤本は開拓屋ならうまくリードできると思ってたの？多分甲斐本人も、え？俺、ここで？ってなってるしつもりがただ最悪なひなだだから峰井も気にしないでくれ。峰井さんの交代は本当にない。やっちゃいけなすぎる。選手を何だと思っとると？甲斐何しに来たマジで。もう何してもいいけど峰井さんのフォローだけはしっかり頼むよ。つもりに対する信頼度が高いんやろな。全く意味わからんわ。オリックスに勝ち越しててもロッテ楽天に弱すぎる論題。保守だけ変えて何がしたいんだ。負けは大関につくんですよね。きっちり送りバントができるチームが勝ちますね。タフで怪我離脱しないありがたさはあるけど、セットアッパー任せられる能力じゃなくて給料上がりにくい典型的な使い捨ての右のリリーフになってるよな。試合中盤とはいえこの流れやしな。藤本がアホやから勝てそうなもんやわ。いつも甲斐が失点しまくっても変えないくせに、こういう時だけ変えるのが本当にキモい。ご視聴ありがとうございました。